大阪都構想の住民投票は過去2回否決されていて2度目の否決の際には当時の吉村博文代表代行は自身が大阪都構想に挑戦することはないと発言していましたしかし今月の大阪ダブル戦の圧勝や府議会・市議会での過半数の議席獲得を受け吉村代表は3度目の挑戦に含みを持たせていましたが吉村代表はきのう 仮に行う場合は何らかの民主的なプロセスが必要という考えを明らかにしました。今回選挙で掲げてこなかったわけですから、何らかの民主的なプロセスっていうのは必要なんだろうというふうに思ってます。それはまああの次の選挙っていう話になるのかあ、それ以外の手続きなのか、ちょっとこれはわからないですけれども、吉村代表は。 現時点では都構想は目指さないとしていますが今後の動きが注目されます。